長瀬連高橋海と新生金プリ紅白司会宣言が虚しいジャニーズ枠消滅話話。3組が限界のリアル実態。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日をもって平野史洋26、岸優太27、 神宮寺雄太25の3人が脱退し、翌23日から長瀬恋24と高橋海斗24の2人体制で動き始めたキー、NG ・ n g ピ i ス。脱退した3人の先行きが不透明である一方で、2人のキンプリーは早くも新たな仕事を始めている。6月21日には、2人体制となって初のシングル、何者、がリリース。 高橋が出演するドラマ、だが、情熱はある、日本テレビ系、毎週日曜22時30分から、のエンディングテーマとして、5月28日放送会からオンエア中だ。また、3人の脱退に先駆ける形で、4月からはすでに NHKBS プレミアムの、ザ少年クラブプレミアムのマックに長瀬と高橋が就任。このマックという仕事について、 二人は5月25日発売の女性セブン小学館でインタビューに答えている。まさか俺たちがザ少年クラブプレミアムのマックになるとは思ってもいなかったけど嬉しかった。と驚く長瀬に、大使番組でマックという立場になれる機会って滅多にないことだし、貴重な経験ができると思うから、と高橋も抜擢を前向きに捉えている。 インタビューでは番組名にかけて二人が少年時代のプレミアムなエピソードを繰り広げる中、長瀬はゲストの方とプレミアムなトークを重ねていけたら、その先に紅白の視界が見えてくるかも。笑い、と冗談混じりではあるものの NHK 紅白歌合戦の司会を狙っていると発言。紅白のビジョンが見えているのと驚く高橋に、 大し長瀬は近い将来に、ね、と野望を覗かせた。四角ジャニーズの思惑とけ NHK の、スタンス、2000年から続いているショークラこと、ザ少年クラブ、は、ジャニーズ事務所のタレントが多数出演する番組で、いわばジャニーズ事務所と NHK とをつなぐ重要な存在である。紅白歌合戦に多くのジャニーズ枠があるのも、このショークラがあるからこそだとも言われている。 レコード会社関係者が言う、ショークラのマックに抜擢されたということは、キンプリがジャニーズと NHK との蜜月の象徴になったとも言えます。もちろん、紅白の司会は簡単にできることではなく、同しでも高橋さんが、紅白の司会ってすごくしっかりしていないとできないから、僕の自由なスタイルとは合わないかも。というと長瀬さんが母、爆笑という掛け合いを見せていました。 そうした二人の発言は、サービストークのようなものであるのは間違いないのですが、ジャニーズサイドとしては、NHK を二人体制の金プリの拠点にしたいと考えているのではないでしょうか。紅白の司会は夢物語だとしても、デビューから確保している紅白出場枠を今年の年末も狙っているのは明らかです。しかし、今、ジャニーズ事務所には猛烈な逆風が吹いている。 クローズアップ現代ではジャニー北川氏去年87による課題問題を特集した NHK。ジャニーズとの密月を解消すべきだ、との声も聞こえてくる。テレビ局関係者はこう話す。近年の紅白歌合戦では5ケラ6枠のジャニーズ枠がありますが、ジャニー氏の問題を受けて、その枠が消滅してしまうのではないか、とも聞こえてきていますね。 ブラタモリを立ち上げた現在ナンバー3の立場にある山ナメディア総局長も5月24日の定例会見でジャニー氏の問題に言及。再発防止策を慎重に見守りながら先行するにあたってもしっかりそういった対応をしていきたいと述べるなど慎重な姿勢を崩さなかった。 紅白からジャニーズが完全に排除されることはないでしょうが、3枠程度に減らされる可能性はかなり高い。そう考えると、出場するのはスノーマン、シクストーンズ、何は男子というしっかりと結果を出している3組だと考えられます。 ただ、ジャニーズ事務所の問題への取り組み次第では、NHK との関係性が悪化し、ショークラの終了なんていう最悪の展開もゼロではないでしょう。それくらいジャニー氏の課題問題は大きいことです。キンプリは、下手をすれば、クラ最後のマックという不名誉な称号を手にしてしまうかもしれない。いずれにしろ、キンプリにとっても少年場ではあると思います。 二人体制になってすぐのシングルリリース、雑誌での、紅白マック宣言、と、活躍をキス二人。しかし、ジャニー氏問題への事務所の取り組み次第では、紅白からかなり遠のくということになりかねない近くウィしくて可愛かった、長瀬高橋が、マック務めるショークラゲストはシートンエースシクストーンズ。 大股開きでダンスを披露。新生金プリがマックを務めるザ少年クラブプレミアムの初回ゲストはシクストーンズだった。